はい、こんにちは。ということで今日も人気車種が入ってきてくれました。ジャイアントさんの2021年モデルクロスターですね。ちょっと皆さん聞いていただきたいんですが、給付金10万円も入ったこのいい時期に急に娘からパパちょっと欲しいものがあるんだって言われたんですよ。ドキッとして、給付金10万円でみたいな気持ちになってたところ、なんと欲しがったものがですね、こちらテレホンカードなんですよ。たまにうちに電話しなきゃいけない時のために小銭は渡してたんですが、まあ、じゃらじゃらするのと、まあ、お金ですね、必要なもの以外を持ち歩きたくないということでこう欲しがったみたいなんですよね。これはうちのオールマイティサイクルショップ九州車両メンバーズカードって書いてあるんで、多分、まあ、そういったことで使おうとしてたテレホンカードなんでしょうね。今はぶっちゃけ今テレホンカードってどこで買うんですかね。そういうとこから始まるかと思うんですが、皆さん、まあ、当店は歴史だけはちょっとあるので、昔こういうのたくさんもらってたのがあるんですよ。でどうしようかなと思ってたんですが、こんなところで活躍する場が出てきたんですね。で、そんな娘のために倉庫に眠っていたテレホンカードいろいろ探してたところ、結構珍しいものが出てきたので、ちょっとここで自慢させていただいていいですか。それがこちらです。どうですか、ところジョージさん、若いでしょ。ラモスさんとか自転車業界にもこんな豪華な人を使って宣伝できるだけの元気が昔はまだあったんですよ。今じゃ考えられないですね。左下の水谷さんっていうのは今はやってないはずなんですけど、 BD1 とかですね、ブロンプトンとか、まあ、高級な折りたたみ自転車を取り扱ってあるメーカーさんですね。それの88ハッピーニューイヤーって書いてあるから1988年のもの、もう30年近く前のものってことになってます。水谷さんにお勤めの方がいらっしゃったとしても、この存在ってなかなか知らないかもしれないですね。そして右上がデキさんですよ。またこれも業界の方からしたら懐かしいということになると思います。もう今ないんですけどね、まあ、そこが工場作った時の記念に配られたカードということになって出ます。そしてパフィーですね。これもヤマハさんが、あ、すいません、ちょっと興奮してしまいました。ということで今日はクロスターのご紹介なんですが、2020年モデルから前が2枚になってめっちゃこうとんがったイメージができた商品ですね。 R3 が街乗りを楽しくみたいなクロスバイクであったとすれば、こちらは街乗りをスピーディーにみたいな、こうスピードをイメージした街乗りクロスバイクということになってまして、19年モデルまでは R3 とあんまり区別がつかないような感じだったんですが、20年モデルここ前2枚になってちょっととんがったイメージが、クロスターのイメージにはまってもういけるなと僕思ってたんですが、案の定20年モデルまでは2色だったものが21年3色になってます。売れてないモデルがカラー増えることないと思いますんで、やっぱり20年モデル人気あったんでしょうね。内容を見ていくと、アルミのフレームですね。 R3 は結構丸をイメージした、楕円とかをイメージされたフレームと思うんですけども、こちらはちょっと角張ったフレームということになってます。そしてフロントフォークもアルミですね。フレーム関係がオールアルミということになってます。サイズは XSSM で155センチから185センチの方まで対応できる。そして重量が 465S のサイズで 9.9、 10キロ切ってるんですよね、まあ、スピードを意識するっていうだけあって、やはりまあ軽量にもこだわる必要があるっていう感じですかね。カラーはこちらのブラックですね。差し色的に入っているこの赤がまたいい味を出してます。その他に定番のホワイトと、あともう一色がスカイブルーですね。その3色になっています。装備の方を見ていくと、ボトムブラケットが BC73 ですね、 VP さんのやつになってます。シフトレバーがシマノさん、フロントディレイラーがシマノさんですね。リアもシマノさんのアセラ、ギアもシマノさんってことになってます。ブレーキレバーとシフトレバーが分かれた形になってますね。ブレーキレバー
バーはテクトロさんですね。 V ブレーキもテクトロさんということになってます。そしてギアクランクはプロホイールさんで2枚です。30丁と46丁になってます。後ろは8枚で11丁から34丁なので 2×8 で16段切り替えということになってます。クランクの長さは XS が165、 S と M で170ですね。フレームサイズによってここの長さも変わってます。で、通常ですね、まあ前3枚で後ろ何枚とかいうのが聞き慣れてる感じかと思うんですが、最近のトレンドとしては前がちょっと数が減ってきて後ろが増えるっていうのが多いんですよね。街乗りとか、あと坂を登る時とかも結構この2枚で使いやすいっていう声もありますよね。特に前は、まあ、チェーンの外れるとかなんとか、まあ、そういったトラブルが減らせる部分もありますので、ここが2枚っていうのは結構面白い仕様ということになってきます。ハンドルバーは幅が540ですね。ステムが90と110。これもフレームのサイズによって変わってます。グリップはロックオンですね。ネジ止めのエルゴノミックな形になってます。非常に握りやすいグリップです。サドルもクロスターのイメージに合わせて、シュッとしたサドルが使われてます。ホイールはアルミのスピンフォースライトですね。ジャイアントさんオリジナルのやつです。ステンレスのスポーク。CTS さんの 700×30C。ちょっと軽量な 30C のタイヤというのが使われてます。薄く溝が切ってありますね。この 30C のタイヤは多分ですが、2020年モデルの R3 の初期ロットで使われてたタイヤじゃないかなっていう気がしますね。まあだからなんだとやれればだからなんだなんですが。で、前後スキュアーナットでの固定ということで、クイックレリースとはちょっと違う形になってます。まあクイックレリースに変えたいと思われる方は簡単に変えることができますので、まあ有料にはなりますけどね。持ち運びでタイヤ外したいなっていう方は交換っていう形になってますね。ということで見てきました。クロスターですね。価格が2020年と同じ5万6000円ということになってます。違いに関しましては、一つだけですね。タイヤが 28C から軽量の 30C のタイヤに変更ということで、R3 と同じ幅のタイヤに変わったということですね。せっかく R3 とこう、住み分けができたと思ってたのになんかそっち側に近づいていったのかっていうのが僕の感想だったりしますが、まあ 30C のタイヤ結構評判いいので、まあそういった面で寄ってったっていう部分もあるんでしょうね。で、まあそれによってですね、19年モデルから20年モデルになるとき、ギアクランクが3枚から2枚になったんで 200g 落ちて 9.7 キロになってたんですが、タイヤが 28C、ちょっと幅広の大きなタイヤになった、ちょっとだけですね、なったことで、また 200g 増えて 9.9 キロになってるんですよ。重量的に言うと19年モデルに戻ったみたいな感覚になってます。気になる R3 とクロスターの違いっていうのになってくると、R3 とクロスターの価格差が4000円、R3 は5万2000円、こちらが5万6000円だからですね。切り替えの段数が 3×8 か 2×8 か、リアのディレイラーがアルタスかアセラか。っていう違いですね。まあ、最初にも言いましたが、R3 は街乗りをこう楽しくのんびりこう行くような感じのイメージ。そしてこちらは街乗りをこうスピーディーにかっこよく走るイメージの自転車。ここら辺の自転車は極端に何かが違うっていうことではないので、まあ好きな方じゃ好きな方でいい部分ではあるんですけどね。以上のように見てきましたクロスターですね。R3 よりはこうシュッとした大人なイメージのあるクロスター。こちらの方が形的に好きっていう方は結構いると思いますね。